どうもこんにちは、丸坂の野村です。今回ですね、測量士法試験対策ということでですね、水準測量レベル観測の注意事項8個っていうのをですね、ちょっとやってみたいと思います。出そうな問題なのかなと思って、ちょっと押さえておきたいところ、まずですね、進展は永久標識設置後24時間以上経過後に観測っていうのがありまして、では水準って新しく作った時ですね、例えば小石みたいなの作ってすぐ測っちゃったら次の日沈んじゃうかもしれないんで、設置したらですね、ちょっと24時間置いてから、その後じゃないと観測してはいけませんよって